ヤエンコ・ヒョードル VS レナート・ババルー。第4試合ワールドタイトルヘビー級トーナメント準決勝戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー185センチ、 104.3キログラム、 リングスブラジル、レナート・ババルー。赤コーナー182センチ、 102.9キログラム、 リングスロシア、エメリア・エンコ・ヒョードル。ヘビー級トーナメント準決勝の2試合目です。リングスロシア、エメリア・エンコ・ヒョードル対リングスブラジル、レナート・ババルの一戦です。この2人も激戦になることは間違いないようです。そうですね、まあ、一番面白いのはですね、やっぱりロシア対ブラジルというこの組み合わせですね。そうですね、もうリングスでしか本当見れない試合ですよね。その通りですね、はい、さあ落ち着いた表情、ヒョードル、ショートタイツを履いていますのがヒョードルです。ロシア、そしてブラジルは、おお、まあショートタイツはショートタイツなんですけれども、組みに来ました。サイドラインが履いているショータイツはがヒョードルです。これもこちらに中が入ってますから、なかなか難しいですね。そうですね、肩にタトゥー入れ墨が入っていますのが、ババルです。押し込んでいます。これ押し込んでるんですか、それともババルが引いてるんですか。これ押し込んでるんですね。で、あの左くから、おっと、蓋をそうとしてるんですよ。はいはいはい、はい、戻せ、いい打撃が入りました。大きく距離を置きました。ババル、ババルがカウンター気味、ウエイトは、いや身長はババルが勝っています。あ、ヒョードル三歩柔道の選手なんですけど、打撃もいいですよね。様になってますよね、はい、ババル。組みきた、のしかかってきます。ヒョードルがまだ24歳です。ババルも25歳。結構使いますね、この場合ね。そうですね、下手にグラウンド行かないでもう、ボディパンチで痛めつけてからって感じですね。ヘビー級らしい重いパンチを繰り出していきます。的確に入れてきますよね、というところに、はい、ババルかなり嫌がってます。むやみには乗っていきません。おっと、今溝落ちじゃないですか。いいですね、上がってますよ、本当に相手のところで、ね、あれ入れるの難しいと思うんですが、はい、慣れてますね。あーっと、真ん中入った、はあはあ、もう本当様子、パンチで様子見ながら関節行こうとしてますよね。なるほど、なるほど、まだ行くのは早いというような感じで、空いてるところ、空いてるところ、膝、それから太もも、あるいは溝落ち、こういったところを丁寧に狙っていきます。リングスロシアではありますが、出身はウクライナ共和国です。アキレス行きそうですね。先ほどからこれ狙ってる選手が何人かいるんですが、はい、裸足なんで、ね、やっぱり裸足なんで抜けてしまいます、はい、この辺が難しいところです。もうすぐ上をキープしましたね、はい、ヒョードル、こちらですね。96年の柔道ロシア選手権優勝、97年サンボロシア選手権優勝、そして97年はサンボのヨーロッパ選手権優勝という、もう輝かしい実績を持っていますヒョードル。もう幼い頃からサンボを始めています。柔道も始めました。あのババルが、あの普通のサポーターの下にさらにもう一枚、あの右足の方にサポーターしてますね。してますよね、ただ、さっきからヒョードルそこ狙ってパンチ打ってるんですよね。その辺はもう勝負に徹した戦かなところを見せてますね。残り時間2分、冷徹なところも見せています。当然ながらそういった余分なサポーターというのはもう標的になりますからね、はい、そうですね、やっぱりちょっと怖いところがあるんでしょう。ブレイク、ここはブレイクになりました。このヒョードルは後楽園のバトルテネシスでも参戦しまして、あの高田美穂選手というのがいるんですが、その選手相手に見事な打撃センスを披露したりしています。ババルの方が手ぐらいことしたんですけど、はい、倒したのはヒョードルの方でしたね。ババルについていけるんですか、大したものです。というか、あのババルがこれだけ下ないと珍しいんじゃないですかね。はいはい、確かにそうですね。
今までこのバブルに泣かされた選手、手を焼いた選手かなりいます。バブルが下から足を取っています。足を抜いて、足のホールドだ。この一瞬で決まるか、決まるか、決まりません。うまく抜けました。自分も回転して足首を回転させ、すっぽ抜けさせました。残り時間1分。危なかったですね。あのババルの両足のロックが完全に入ったらやばかったですね。もう一回いきますね、ババル、はい、ババルコールか、ヒョードルコーフかコールか。まもなくこの第1ラウンド終了しようとしています。お、先ほどの準決勝の第1試合かなり動きがあります。ボディは嫌ですね。相当嫌がってますよ、ボールも。かなりの精度で入っていきます。はい、足首取るか。いや、のしかかってきます。ババルが初めて上になりましたね。本当にもう初めてですね。はい、ここまで来て、もう第一ラウンド終わろうという時間です。口を塞ぎに来ました、ババル。第1ラウンド終えました。これはポイント上げるならヒョードルでしょ、圧倒的に ね、はい、セコンダウン、セコンダウン、ラウンド2。これはあのちょっとバンクローさんの匂いが漂ってきましたね。おお、そうですか、カウント合わせた。ババルがカウント合わされましたよ。手、はい、に行ったんですが見事に合わされました。また手がやですね。いやヒョードル疲れを感じさせません。すごい選手がロシアにやっぱりいます。であのやっぱりヒョードル3歩10度じゃないですか、でそうなるとグランドに行くとサブミッションに行きたくなると思うんですけども、はいはい、まずとにかくパンチを打ってですね、それからですからね、その冷静さがいいですよね。自分の得意なところにはなかなか行かないという奥深さを見せています、はい、この人もあの狼軍団なんですよね。そうです、はい、あのボルクハン率いる、まあ、格闘術のメンバーであります、はい、そうですね。とんでもない選手いっぱいいますね、狼君ね、はい、まあ、特にあのこの選手とあとアタイフですね、その2人がファンは有望視してるんですよね、足首来ますね、来ますね、足首、この足首がちょっと不用意に立ちすぎたか、不用意に立ちすぎたか、危ない危ない危ない、逃げることはできません。あーと抜けた。でもちょっと かなり不自然な足首の形になりましたけど、あ、大丈夫のようです。大丈夫です、あの両足でロックされなかったですから、足を、はい、完全に固定された形じゃないんで大丈夫です。ババラちょっと今しまったなという表情を見せました。左から右、あ、パンチの打ち合いか。パンチの打ち合いになるとどうなんでしょうね。そうですね、先ほどから見るとヒョードルの方が、いい感じですけども、まあね、はい、スピードもありますもんね、はい、左大きくロングフック放っていったんですが、組んだのはババラです。ババラも落ち着いてますよね、まあ、試合は随分ね、自分でも重ねてますでしょうからね、はい、こういう試合もいくか経験していますでしょう。組んでるのはババルの方です。相手がオスに任せています。殴りながらヒョードルは押されてきました。テイクダウンはされません。そうですね、いつものババルにキレを感じさせません。これはこのヒョードルの力でしょう。このババルはレスリング出身ですからね、本当テイクダウンの専門家ですから、その選手にですね、やっぱテイクダウンさせない、テイクダウンを奪っていくと、ヒョードルはすごいですよ。技ももちろんありましょう、この腰の重さもありましょう、はい、おっとバカンドロー、ね、一発狙いはかすったかすった、うまくわずかにダッキングしました。さあまた横になります。サイドを取った、いやまだパスできません。相手サイドも取ろうとしなかったかもしれません、はい、このパンチ行かそうという、はい、もう作戦切り替えたようですね、はい、であのパンチで行って、で観察行って、で決まらないと見たらまたパンチ、はいはいはい、このパンチが随分あのババルの表情を見ても分かるように有効なようです。でこれ叩いてるうちはポイントを上げていけるわけですから ね、はい、優勢なポジションをずっと取っているからにはポイントを取れそうです。先ほどほどのこう積極さがなくなりましたけど、確かに、あの嫌ですね、あのボディパンチは。3分経過しています。残り時間2分。いやしかし各カードとの力は本当に拮抗しています。よっぽどの選手たちに間違い、寂しいきますよこれ、足か上か、いや上、今ババルの方が動いたので一瞬にした、戻されました、初めてまともに
ガードポジションという形になったのではないでしょうか。さあここから行きますか。叩きます、叩きます。見ろだ見ろだ、よくあのボクサーは、古いボクサーは斧をね振って、あの木を切って練習をするそうですが、なんかそんなトレーニングを壊せさせるような、そんな動きをします。はい、足首きましたね。またファウル取れませんでした、はい、この分だとロシアのほとんどの木を伐採してきたのではないでしょうか。後ろ取ったぞ、シャトルバックバンでしたね。ババル、ババル沈没の火か。いや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 、ババル今すごいピンチを迎えてしまいました。残り時間1分、なんとか切り抜けています。これはバンクルマさんの願い叩いてくださいが、本格的に結構ババル、これ苦しんでます、苦しんでますね。これほど苦しんだババルをなかなか見ることは なかったですね、はい、負けはついてますけども、苦しんで迷っています。ヒョードルは相当クレバーな戦い方してますよ、はい、戦いづらいんでしょう。ババル右のババルが無茶なことしたな。一発狙い、あるいは奇襲っていう感じにババル使い始めましたね。先ほどバックハンドもそう、しっかり一発狙いですよね。苦しい証拠ですよね、逆に言えばアッパーカットもそうです、はい、奇襲を使うというのは大体あの苦しい証拠、その証明が今現実のものとなってババルから繰り出されています。まずテイクダウン取っているのがヒョドルですし、はい、グラウンドで上キープしているのもヒョドルで、パンチですね、ババル大きなポイントになるんですね、はい、もうほとんど時間ありません。このままあの体勢でどうやら終わりそうです。試合終了です。判定を行います。ヒョドル強しをお待ちください。もうハンが勝ったという勢いで迎えてます。てかババルもちょっとやられたって感じですよね、これはヒョドルでしょう。終始あのセコンドについているハンが先ほどの試合はミーシャに対して結構大きな声出してたんですが、はい、今回出さなかったですよ、やっぱ自信持ってるんでしょうね、いやここまでババルが、攻撃できなかったというのは初めてではないでしょうか。ヒョードルもあれだけ攻めたんですけども、ピンピンしてますもんね、スタミナもすごい。ババル疲れてますね、ババルも判定の結果を申し上げます。ジャッジ前田20対18、エメリア・エンコ・ヒョードル、しっかりと両ラウンドを取ったようです。ジャッジ藤原20対18、エメリア・エンコ・ヒョードル、ヒョードルの勝ちです。ジャッジ森山20対18、エメリア・エンコ・ヒョードル、あ、完勝ですね、フルマークですね。3対0、完勝、フルマークでエメリア・エンコ・ヒョードル、レナート・ババルを下しました。これはすごいですね、ヒョードル。そうですね、しかもまだ実力そこ見てませんよ、これ、これですね、先ほどもう疲れ果てていたボビー・ホグマンと決勝戦、これはエメリア・エンコ・ヒョードル結構有利な展開に持っていけそうですね、ロシアが世界の頂点に立つ日が来ましたかね、ついに。ただですね、ボビー・ホグマンのパワーも尋常ではないですよ、はい、どういう展開になりますでしょうか、一言伺いましょう。どういう展開、ヒョードルがですね、グラウンド引きずり込んで、サブミッションで仕留めるんじゃないかと思いますね。ホフマン苦しむ展開、はい、さあそうなりますでしょうか、決勝戦はこの番組の後の方ということになります。皆さん、ラオセフリアイフクフジオワチュプライナВ каждой ситуации действовал по обстоятельствам, как в лучшую сторону, и все получилось. Будем бороться, все будет видно. Желание есть. Есть желание, да, большое. Будем бороться.